ドリームライブが福島にやってきた心をつなぐ世界のアーティストは2016年3月22日に NHK 総合テレビで放送された音楽特別番組である。九州沖縄ブロックでは同年3月25日0時10分1時23分に放送された。また NHK ワールド TV では同年3月20日から3週にわたって放送された。 ジャスピアニストで作曲家のボブ・ジェームスが東日本大震災発生後の2011年9月に被災地を訪れ辛い時にも音楽で人々を勇気づけたいという思いから東北のために楽曲を書き下ろしたことをきっかけにミュージック・フォートゥモロープロジェクトを立ち上げたプロジェクトはこれまでも岩手県大船渡市やアメリカ・ニューヨーク、ニューオーリンズ、フランス・ストラスブールなどで音楽を通じて 被災地を勇気づけようと国内外のミュージシャンが参加してきた。震災から5年を迎えた2016年3月6日にプロジェクトの一環として福島県文化センターにて復興支援ライブイベントミュージックフォートモローイン福島が開催された。番組は公演の模様のほかその舞台裏までを余すところなく紹介する。ありがとうございます。